こんにちはったらこんにちは、イズムです。主婦に教えるマイコンプログラミング3時間目後半。今日はソフトウェアのお話です。資料を作って思ったんですけど、プログラムを書くって、まあ一言で言っても、いろんな基礎知識が必要なんだなって実感しました。まあでも大丈夫です。知識はたくさんいるんですけど、それぞれは簡単なことばっかりなので、焦らずに一つ進めていきましょう。はい。それではこの資料を見ていきましょう。はい、ではですね、主婦に教えるマイコンプログラミング、3時間目の後半になります。で、アルディーノとは何か、ソフトウェアの本当の基本の話をします。よいしょ。で、まあソフトウェアって何って話なんですけど、マイコンのプログラミングっていうのは、マイコンの中に命令を書き込んでですね、その内部の各ブロックにいろんな仕事をしてもらうことです。これ前回ね、ハードウェアの紹介でやったと思います。で、ここですね、このフラッシュ、ここに命令を書き込んで、で、このマイコンのコアでその命令を処理して、この周りのですね、いろんなブロックにお仕事してもらって、入力したり出力したり AD 結果出したりします。そんなことがプログラミングだという話を先週しました。でですね、命令はたくさん書き込めるので、順番にいろんなことをやってもらうっていうのもできるし、条件分岐とかですね、ループを作っていろんな複雑な動作をさせることも可能です。で、この命令の集合体をソフトウェアと言います。で、まあ、マイコンの場合はですね、特にファームウェアと呼ぶこともあります。で、業界的にはですね、ファームウェアって呼ぶことが多いですね。ファームといったら、マイコンのソフトウェアになります。はい。よいしょ。で、基本的な話をします。で、まず関数っていう言葉と、セットアップとループ。っていう、まあ、それぞれの関数です。で、ですね、関数っていうのは、まあ、例えばですね、ここに、ボイドセットアップみたいに、まず頭に名前がついてて、この後ろの、この括弧ですね、大括弧、中括弧、括弧から、この括弧の終わりまで、命令を実行させる、まあ、コマンドの塊みたいなものです。これを関数と呼んでます。で、この関数の中でも、特別にセットアップ関数とループ関数っていうのがあって、アルディードの中ではこれが2つの、まあ、大きなプログラムに、関数になります。で、これがですね、セットアップ関数で、こっちがループ関数。で、セットアップ関数っていうのは、文字通り、プログラムのセットアップを行うための関数。ですね、メインの部分が走る前にいろんな準備を1回だけする、プログラムになります。で、ループ関数っていうのは、これは文字通りですね、ループする関数ですね。何度も永遠に実行されます。でですね、豆知識なんですけど、このスラッシュ2つから後ろはコメントで、プログラムとは何の関係もありません。で、よいしょ。で、セットアップ関数がですね、一回だけ実行されます。で、よいしょ。で、ループ関数はですね、まあ、こんな風にですね、ここまでからここまで実行した後、また元に戻ると。で、ぐる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 、永遠に繰り返されます。頭からですね、プログラムは実行されるんですけど、頭からずっと流れていって、このセットアップを一回通って、あとはループをぐる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 回るという風な、流れになっています。でですね、あとこれもよく出てくる関数なので、ここで覚えてもらうんですけど、あと待たせる関数、ディレイっていうのがあります。そのままですね、遅らせる、とどめとくのディレイですね。で、この部分で使われてます。前に作ったプログラムですね、例の中でも何度か使われていますけど、このディレイ括弧 N、これ N は数字ですね。で、プログラムを一時停止させる関数です。で、N がですね、
停止時間で、ミリセックの単位です。で、1ミリセックっていうのは1000分の1秒です。なので、1000ミリセックで1秒です。なので、500ミリセックだと 0.5 秒になります。はい、ここで問題です。100ミリセックは何秒でしょう ?5、4、3、2、1。答えは、0.1 秒でした。できましたかね。1000分の1秒が、1ミリセックなので、100ミリセックは 0.1 秒になります。よいしょ。でですね、この間作ったLチコのプログラムの中では、じゃあ何が行われていたのかっていう話をします。でですね、まず最初に、よいしょ。このピンモード、13のアウトプットっていう関数でですね、このブロックの設定をしました。このブロックはポートブロックですね。GPIO って呼ばれてるブロックの中の一つで、ここに対して13番ピンをアウトプットモードにしてくださいっていう命令です。これはコマンド関数ですね。を実行して、この中の13番ピンを出力に設定しました。で、次。よいしょ。で、次ですね。このデジタルライトですね。っていう、関数で、13番ピンをハイにしなさい。で、ハイにすると、LED が点灯するように、これ LED だ。LED が点灯するように、基板は作られているので、ここで、13番ピンがハイになったので、LED がつきました。で、その後ですね、このディレイ関数で、0.5 秒。500ミリセックなので、0.5 秒です。0.5 秒を待つと。で、チカってついて、0.5 秒つきっぱなしになって、で、次。よいしょ。で、デジタルライトの今度は13番ピンをローにするなので、LED が消えました。で、その状態で、1秒待つと。0.5 秒ついて、1秒待つ。っていう風なのが、この間作ったプログラムの中身でした。先々週前に作ったのとは、ちょっと中身違うんですけど、わかりやすいように書き換えました。で、このページのまとめなんですけど、まずですね、ピンの入出力を決めるピンモードっていう関数がありました。で、ピンモード、括弧、ナンバー、モードです。で、ナンバーはピン番号を入れます。で、ですね、モードは、インプット、入力にするのか、アウトプット、出力にするのか、インプット、プルアップ。まあ、これは入力の一種です。今は、まあ、気にしなくていいです。っていう設定が3つありまして。で、あとですね、デジタルライトで、さっき設定したピンをハイにするのかローにするのかですね。っていう、関数があります。で、デジタルライト、括弧、ナンバー、状態っていう、使い方をして、ナンバーが、まあ、ピン番号ですね、さっきの。で、状態はですね、ハイかローか2択です。例えば、こうだったら、13番ピンをハイにするとかですね。13番ピンをローにするとかいう使い方をします。これはデジタルライトです。で、まあ、ライトがあるので、まあ、当然リードもあるわけですよ。で、それはですね、デジタルリードって言って、デジタルリードの、の括弧の中はナンバーだけです。で、13番ピンの、中身を読み取るっていう関数がこれになりますが、まあ、これの使い方は、また今度、どっかで紹介します。でですね。まあ、このプログラムを実際に入力して、後で動かしてみましょう。プログラムはですね、ブログの方にも上がってるので、手で入力するのがめんどくさい人は、ブログの方からコピーしてください。はい。はい。今日のまとめになります。よいしょ。で、プログラムっていうのは、マイコンのブロックに対する、命令の羅列です。あれやって、これやってっていう命令を、たくさん書き連ねたものが、まあ、プログラムになります。で、その中でも、その命
例をいくつかまとめて扱いやすくしたのが関数っていう、ものになります。命令の塊ですね。で、その塊の中でも、セットアップ関数っていうと、ループ関数っていう2つの基本関数がありまして、で、セットアップ関数は1回だけ、実行されて、で、ループ関数は、繰り返し実行されます。で、あとですね、ピンを操作するために、ピンモードっていう関数がありました。で、これはですね、ピンを入力に使うか、出力に使うか、決める関数になります。で、あと、デジタルライトっていう関数を今回使いました。で、これはですね、出力ピンをハイにするか、ローにするかを決める関数になります。で、使える関数についてはですね、ここに、まとめページがありまして、こう見ると、使える関数が、もうほとんど全部書いてあります。たくさんといえばたくさんだし、あ、こんなもんかといえばこんなもんです。はい。興味がある人は見てください。はい。今日の、まとめはこれぐらいになります。はい。ではですね、この後ですね、プログラムをですね、実際にマイコに書き込んで、実行させてみましょう。さっき紹介したプログラムですね、書き込んでやってみます。はい、ではですね、プログラムをちょっとブログの方からコピーしてですね、よいしょ、コピーして、貼り付けます。実際に入力してもコピペでも構いませんので、で、入れました。で、プログラム的にですね、デジタルライトで、ハイにした後、0.5 秒待って、ローにして、で、1秒待って、またぐるっと回ってきて、ハイになるっていう感じですね。0.5 秒を点灯を、1秒を消灯っていうことになるはずです。で、チェックします。コンパイラーも出なかったみたいですね。で、書き込みます。よいしょ。なんか、エラーが出ましたね。どこだか。よいしょ。こっちです。はい。USB を挿すポートが違ったので、エラーが出ました。ちょっと、これでもう一遍やり直してみます。ここですね。ここを取り直しました。で、つなぎ直してもう一遍アップロードです。あ、カメラ消えちゃった。で、行ってみます。はい。で、起こしましたね。ここ見てください。0.5 秒ついて1秒休み。0.5 秒ついて1秒休みです。で、ここ試しに、よいしょ。0.5 秒休、あ、1秒休んで、今度は1秒つけて 0.5 秒休むと。コメントなんでプログラムには関係ないんですけど、前半、0.5 秒つけて、
1秒休み、今度は1秒つけて、ってなってですね、1秒つけて 0.5 秒休みっていうのを繰り返してみます。はい、コンパイル、もったいなし、で、書き込んでみましょう。よいしょ。動かした。今度はですね、こんな風にですね、もう少し、大きくしますか。1秒をつけて、0.5 秒休み、0.5 秒つけて、1秒休みっていうのを繰り返してます。わかりますかね？はい。こんな感じです。なんかね、できたらいろいろ、自分でもコピーしてみて、いろんな組み合わせを試してみてもらうといいかなと思います。ではですね、アルディーノのプログラムの基本を紹介しました。繰り返しになりますけれども、資料で使ったプログラムはブログの方にありますので、入力がめんどくさい人はコピーして使ってください。URL の方はですね、概要欄に入れておきます。で、基本の文がですね、もうちょっと、もう少し、結構たくさん、あるんで、少しずつ、なるべく楽しみながら進めていきましょう。二進数とか、ね、十六進数とか、論理式とかですね、中学校で習うぐらいの、まあ、知識が、もう少し必要になります。はい。では、この動画、面白かったなとか、勉強になったなとか思っていただけましたら、高評価ボタンだとかですね、チャンネル登録だとか、どうしていただけるとは大変嬉しいです。実際ね、勉強になって、マイコン使う人がちょっとでも増えてくれるのが、まあ一番嬉しいんですけど。はい。ではまた次回、よろしくお願いします。